はい、ループ90ですね。もうすぐ100いっちゃうね。状況確認しましょうか。乗員14人、グノーシア3人、エンジニア、ドクター、守護天使、留守番、AC 主義者がいる状況で、アリザがエンジニアですね。うん。お、アリザのシャワーか。先に一風呂浴びさせてもらったぜ。そう言われてみれば、重道の体が心持ちほかほかしている。この格好のものでシャワーを浴びたのだろうか。お前勘違いしてるだろう。俺のこのメタリックボディは着ぐるみとかじゃないぞ。皮膚だよ、皮膚。ほら、見てみろって、どうだ、チャックとかないだろ。いてて引っ張るなって、皮だから、皮だから。俺さ、ちょっとした医療事故で皮膚が再生せんのよ。だからまあ、そんな感じ。でもな、俺の皮膚すげえんだぜ。紫外線とか一切通さんし、このまま宇宙空間に出ても平気だからな。え、そうなの？すごい。え、ちょっと羨ましいな。どういうこのスペック？羨ましい？それでもすげえ羨ましい？まあまあ羨ましいぞ。だろだろ？つうか、お前いいやつだな。よし、わかった。お前の皮膚がダメになったら俺がかっちょいいやつ作ってやるよ。それは遠慮しとこうかな。へへ、遠慮すんなって。はい、死にましたね。あー、嫌な予感はしてた。ユリコめんどくせえな、やっぱり。まあ、特にイベントもなかったんでカットですかね。はーい。はい、ループ91ですね。状況、乗員15人、グノーシア3人、エンジニア、ドクター、留守番、AC 主義者がいる状況で、アリザ乗員ですね。はい、フルメンバーです。あーはー。あー。あれ？あ、おー。うん。うん、はい、何もイベント起こんなかったな。あー、割とストレートにいったな。ククルシカが AC 守備者、シャーミン S 級、重道がグノシアだったわけだ。はい、はい、ループ92ですね。状況確認です。乗員15人、グノーシア3人、エンジニア、守護天使、バグがいる状況で、アリザが乗員です。この状況だとバグがいるってことなんで、まあ、エンジニアにバグを調べてもらうか、もしくは、コールドスリープしてしまう。はないと、まあ、勝利条件が達成された時に負けてしまうってことだね。人間だと言え。ステラ、セツ、乙女、ラキオ、ジナ、ジョナス、シャーミン、エスキュー、コメット、シピ、シゲミチ、ククルシカ。はい、レムナン、ユーリコね。はーい、様子を見る。あ、名乗り出ろとかやっとけよかったかな。あ、でもあれか、守護天使、あ、いるんだ。守護天使いるからエンジニア名乗り出させてもよかったかもしれないけども、まあいいか。そしたら怪しいの嫌いなやつから行っちゃおうかな。レムナン、はい、じゃあな。で、今回こそはイベント起こしてほしいね。ここ2回ぐらいイベント何も起こってないからね。よいしょ。せつ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 、あ、せつ情報交換、せつエンジニア。おお、こうして情報交換するのも何度目だろう。そろそろ答えを見つけたいな。ありだ、わざわざありがとう。明日からもよろしくね。何をこそこそやってるんだい。君とセッツには隠し事があるみたいだね。は、悪いけど僕にはお見通しさ。
うん、ラキオに疑われている、誤解を解くためこのループのことを相談し、ああの鍵の話じゃないのこれ、相談しよう、自分と説がループを繰り返していることをラキオに話した。ふーん、なかなか興味深いね。あるいはそうか、ふーん、なるほど、これは検討に値するかもね。ラキオはブツブツ独り言を言いながら去っていった。また後で話を聞いてみようか。あ、じゃあこのループでラキオを殺してしまうのはまずい、ラキオを守る。釣られてもダメだ、ラキオがね。セツがエンジニアってことは、セツが疑ってるやつは疑っていいってことだ。様子を見よう。ん、ああ、名乗り出た。おお、うん、投票しろ、シピ。うん、説は疑うべきではないだろう。疑いに同調する。うん。ここはシピつっちゃっていいね。もう。だから説は関係ねえだろ。お前怪しいな、ジナ。じゃあシピつろうか。はい。じゃあな、ラキオ、どう、ラキオ、なんか思いついた、お、来た来た、ラキオ、綺麗なラキオ、君には話したっけ、僕はね、グリーゼ移動船団から来たんだ。ルーアンのグノシア騒ぎに巻き込まれてこんな風に乗る羽目になってしまったけどね、本来僕はグリーゼでも、ん？白質市民なんだよ。とはいえ、それももはや無意味だけどね。僕はもう戻れないだろうから。ああ、そうだ。君は言っていたね。自分と説がループを繰り返しているぞ。その件について僕は情報を持っている。聞きたいかい？ほら、聞きたいだろう。ならば僕を守ることだ。このグノーシア騒動が終わるまで、あらゆる危険から。無事に僕を守りきれたら話してあげるよ。僕の仮説、いや、おそらくは真実をね。お、これ鍵のこと聞けるんじゃないの？よし、じゃあさっさとね、グノーシアを倒してしまおう。もう疑う、ジナ。うん、ジナ怪しいよね。もうずっとさっきからセットを疑って、多分あれはシピを守ろうとしてたんだろうけども、どうだろうね。まあ正直五分五分ってところだけど、まあ可能性があるならかけてみてもいいんじゃない？ジョナスは分かんないな。ジョナスは分かんないな。いやいやいや、説は大丈夫、説は大丈夫よ。ここはジナでいいかな。釣っちゃおう。おっと、ジョナス？ジナだろ、どう考えても。まあジナでいいかな。はい、じゃあな。これ終わんないね、まだ。グノーシアが3人いる。で、シピはまあ多分、ん？あ、ちょっと待って、AC 主義者いない。あ、バグもいるのか。やべ、ちょっと待って、バグがいるのか。ちょっと、ジョナス。ん？重道が嘘ついてるって ?OK。おー。報告を求める。重道は嘘ついてて、
説が人間と報告してるバグ、あ、じゃあでも死んでねえんだよな、調べて死んでないんだから。重道は何、何者、ただの人間じゃん。あ、じゃあ怪しいな、ジョナス、ジョナス怪しいな。うん、苦しか、苦しかね。ハンドに加わる。うん、ここはジョナス長。はい、じゃあな。終わらない、来るしか怪しいんだけどな、そうなってくると。あ、おい、ユリコ消えた、やべえ。今回は別にユリコ仲悪くなかったから。だよね。ステラ、弁護する。同調しとこうかな。シャーミンね。一発くぐるしか疑っとくか。くぐるしかだと思うんだけどな。よっしゃー。あ、ちょっと待って、バグのこと忘れてたな。どうだろう。お、でもまあイベント入ったからいいか。これで終わり。案外開けないもんだね。あ、そうそう、君に話をしなきゃいけないんだったね、ループね。ふん、いいだろう、とりあえず出してみなよ。何を。決まっているじゃねえか、銀の鍵だよ。どうせ持ってるんだろう。あ、知ってるんだね。銀の鍵、節から受け取った鍵のことだろうか。やっぱりね、予想通りだ。銀の鍵が定着してるじゃないか。うん、この泥棒猫が。いきなり言われのない注射を受けたが、それは本来僕のものだ。グノーシア騒動の混乱で紛失したと思っていたけれど、盗まれた上に勝手に使われているとはね。時間が巻き戻る？当然だろ。それはもともとそういうものだからね。やれやれ、物の本質も知らずに盗んだの？無知は怖いな。いいかい？その銀の鍵は一種の生命体だ。人間に寄生し、情報を食う生き物。一度寄生したら近隣の平行宇宙に移動しながら食い荒らし続ける。そう、君がループと呼んだ現象のことだ。止める方法は？教えてほしいのかい？ならばまずは謝罪してもらおうか。僕の所有物を盗んだこと、膝をついて許しを請いなよ。自分は盗んだ覚えはないし、そもそも鍵は自分と説の分2つあるんだが。そんなことは僕には関係ないね。銀の鍵が2つあるなら君は2分の1泥棒だ。さあ、謝ってもらおうか。謝らない。僕が聞きたいのはそんな言葉じゃないんですけど、あ、これもしや、謝らない。あれだ、ドラクエの入って言わないときゃ先進まねえやつだこれ。くそー。盗んでもいないのに謝るの、君はそういう人間なんでね。よくわかったよ。まあいいだろう、そんな君に教えてあげるとしようか。その銀の鍵は銀の鍵の唯一の欲求は情報収集だ。ならば近隣の平行宇宙の情報を集め終えたら食えるだけ食って満腹になったら、当然より良い餌場、より良い宿主を求めて移動しようとする。こことは異なる宇宙への扉が開くのさ。その扉を通り抜けて鍵を抜けば、役目を終えた鍵は宿主から離れるそうだよ。もっとも、扉がどこに通じているか分かったものじゃないけどね。だけど知る限り、それが銀の鍵を引き剥がす唯一の方法だ。情報をすべて集めれば扉が開く。その扉を通り抜ければ、ループが終わる。
さて、僕の知る限りでは以上だ。そろそろ解放してくれない？せっかく生き延びたんだ。僕はこの宇宙を満喫させてもらうとするよ。ご苦労だったね。はい。そうか。この乗員データを収集するのは、銀の鍵が求めてたことだったんだね。うん。ちょっとせっかくだからこのまま見ていこうかね。ジナ、真面目で勇敢、やや潔癖気味な性格。母親が肉体を捨てて電脳化した。嘘は不得意。人を騙すことに嫌悪感がある。職業は高中管制官。和食派。ね。これが、あと1個ででもジナはコンプリートだね。うん。で、SQ。快楽主義的でいつも楽しげ。本心を見せない。レムナンのことを昔から知っている。レムナンの娘？バイオポッド内でと育ち1年前に出てきた。グノーシア。うん。ラキオ。知性至上主義者。意外と演技もうまい。超階級国家グリーゼ移動船団の出身者。肉体的には反省ではないが、魂の問題らしい。概念伝達に慣れていて声による会話は嫌い。グリーゼでは高等部に通う学生だった。銀の鍵の本来の所有者。お、ドラキューは全部コンプしてんのかな？うん。うん。そうだね。お、ステラも全部揃ってんじゃん。穏やかな物腰で優しい性格。やや論理派。紅茶やハーブティーが好きらしい。研究ラボで花を育てている。船長のジョナスに長く仕えている。擬似体レヴィによって作られた人型端末。うん。うん。茂道。あ、まだ2個出てないな。優しく前向きな性格。妙なカリスマ性がある。事故で傷んだ全身を人工皮膚で覆っている。人工皮膚は宇宙服としても使える優れもの。ステラに惚れがち。現実の女性と付き合ったことがない。童貞ですね。説。正義感、責任感が強く真面目。やや論理的。主人公と違う順番でループを繰り返している。シャーミンだけは苦手で時々やってしまう。殺害してしまうってことですね。できる限り全員を救いたいと願っている。うん、なるほどね。このマークついてるのはそれの時に出るってことかな。乗員の時に出るってことかな。さっきの SQ の時は、マグノーシアの時に出るってことなのかな。どうだろうね。シピ。あ、全部揃ってるね。欠点のないバランスの取れた性格。勘が鋭い。首のあたりで、ね、肉体が猫と融合している。猫の体になるために改造手術を受けた。貨物船のクルーとして働いていた。手術をして完全な猫になるつもり。子供の頃から猫に囲まれて育った。ね。コメット。あ、コメントまだ1個か。とにかく野生の感がすごい。嘘はとても下手。将来の夢は宇宙を飛び回る戦艦船の船長。シピの貨物船で故郷から脱出してきた密航者。嘘を見抜くのは得意だけど考えるのは苦手。体の入れ墨のような模様は出身性の強制年金。出身性は過酷な環境で致死率が非常に高い。なるほどね。ジョナス。ジョナスまだ2個隠れてるな。うん。平均的に能力が高いがそれを感じさせない。1000年近く昔の伝説的な宇宙船に乗っていた33歳なのに。青函航行船 DQO の所有者。かつての宇宙開拓時代の英雄。今は廃人。ククルシカに強いこだわりを持っている。うん、ククルシカ。感がすると気持ちの赴くままに行動する。表情や身振りによって言葉を伝えられる。ユリコによれば人間ではないらしい。レムナンと留守番になると全員を殺害する。うん。はい。レムナンと留守番になるとってどう、なんでだろうね。なんか、なんの条件なんだろうね。あ、乙女さんも全部揃ってんじゃん。やや引っ込み思案。人見知りだけど人は好き。海洋惑星で育った知性化シロイルカ。担当研究者の吉門さんのことが好き。昔、うっかり金魚を吸い込んだことがトラウマ。優れた聴覚で周囲の動きを感知できる。人間になりたいと願っている。うん。シャーミンも揃ってんだ。結構、もう集まってんね。軽薄な口調ながら慎重で目立つことを嫌う。権力に対して強い反感を抱いている。
自然化されたボノボたちと一緒に育った。とにかく生き延びるためなら何でもする。うん、レムナン、内気で物事をはっきり言えない性格、擬似体しかいない星で生まれ育った。 S 級のことを昔から知っている。昔 S 級の親の愛玩物だった。レムナンもよくわかんないよね、存在が。ユリコ、ユリコは、ユリコのことはだいぶ分かってきたような気がするけどね。うん、全能力が高く影響力が強い、ゆえに目立ちがち。天の顔を司る亜光側線星船の巫女、星船から逃亡した、捕まれば消される身。異星体グノースの正体を知っている。グノースの正体は電脳化した人間の集合体。ね。はい、ということですね。うん。まあ、なんか、今、パッと見たら結構データ揃ってきてるんでね。うん。もうちょいかなっていう感覚はある。うん。よし。じゃあ、まあ、とりあえず、ね、ラキオから情報を引き出したんでね。はい。じゃあ、今日はこの辺でいいかな。はい。ご視聴ありがとうございました。次回もお願いします。